ジェイミー・カマラは、ブラジル・ゴイアニア出身のレーシングドライバー。2008年には、インディカーシリーズに出場した。インディカーシリーズのインディライツの2005年シーズンと2006年シーズンに出場し、シリーズポイントでそれぞれ5位と6位となる。彼はまた、ポールからインディプロシリーズの最大のレースである2005、フリーガム100を制した。カマラは2008年のインディアナポリス500に向けて、 練習しています。彼は2006年から2007年のオフシーズン中インディカーシリーズに乗ることを求めたが、契約を結ぶことができず、2007年シーズンに向けてアンドレッティグリーンレーシングに戻った。彼は勝利を収めることはなかったが、2年連続で6位のポイントを獲得した。2008年4月24日、彼はカンザスススピードウェイロードランナーターボインディ300から、 始まるインディカーシリーズのコンクエストレーシングのドライバーとして発表され、シーズンの残りを通して残る。インディアナポリス500で彼は間違ったピットボックスに引き込み、チームメイトのエンリケベルノルディを遅らせた。彼は後に1台の車の事件で墜落した。リッチモンドインターナショナルレースは A では非常に力強い走りを見せ、24位から44周をリードした。 最初のポジションに移動したが、別のマシンが原因でクラッシュした。彼はシーズン23位でポイントを獲得した。彼は2009年シーズンの前にコンクエストチームのテストに参加したが、アレックス・タグリアーニがドライバーに指名された。インディライツ・インディカー・インディアナポリス500。ありがとうございます。